クレヨンしんちゃんの歌モノマネが話題となり、ネット上で注目を集めているまなまる。今回はまなまるのブレイクまでの軌跡を紹介します。彼女はライブ配信アプリや SNS などで活動しているピアノタレントだ。まなまるがピアノを始めたのは4歳の頃。やりたいことに何でも挑戦させてくれる家庭で育ったため、ピアノだけでなく英語や習字にも取り組んでいた。そして他の習い事よりも結果を出せたことから、私にはピアノが一番合っていると感じるように。一方でコツコツと継続することが苦手な一面もあり、決まった時間に練習する毎日に苦痛を感じていた。時には練習しなさい、今やろうと思ってたのと親子喧嘩になることも。それでもピアノを続けたのは、人に求められることをやりたいという気持ちがあったからだ。コンクールや発表会で拍手をもらったり、いい結果を出して先生や両親に喜んでもらったり、こうした経験をするたびに、もっと期待に応えようというモチベーションになっていたのだ。やがてクラシックピアノ一筋のまなまるは中学3年生に。学校の先生から、高校から音楽を専門的にやると将来の可能性が狭まるぞ、大学からにしたらと言われ、今後はどうすべきか悩んだ時期もあった。しかし勉強では一番になれないし、ピアノでと音楽高校への進学を決意。高校入学を機に親元を離れ、一人暮らしをすることになる。そして新たな環境で出会ったのは同じ志を持った人たち。周囲とはすぐに仲良くなり、切磋琢磨しながらピアノの腕を磨き続けた。そんな彼女の中で芽生えたのが、地元で音楽の先生として働きたいという気持ち。教育大学か、それとも音楽大学かとギリギリまで悩みに悩んだ。そんな状況を打破させたのが、父親に買ってもらったのだめカンタービレという漫画。自分の音楽で人々を感動させている主人公の姿を見て、私の一番の喜びはこれだと気づいたのだ。こうして教えるではなく自分が弾くという道を選んだ彼女は音楽大学へ進学。そこで待ち受けていたのは想像以上に専門性の高い世界だった。レッスンや個人練習がハードすぎて、友達と遊ぶこともままならない日々。そんな学生生活が辛く、親にもうやめたいと相談したこともある。さらに周囲にはどんなに努力しても超えられない人物も。いくら練習してもあの人には勝てないと意識してしまい、一生懸命取り組む意味は何なのだろうと悩むこともあった。こうした辛い状況でもピアノをやめなかったのは、周囲の今やめたらもったいないよ、頑張ってというエール。温かい言葉を胸に、なんとか投げ出さずに続けることができた。しかし一方で一般企業への就職活動もすることに。実は金銭的な事情から一般就職の道を選ぶ音大生は意外と多いのだ。やがて幼稚園の先生や楽器店の内定をゲットしたまなまる。大学院の試験にも合格するが、なんとなく違うと全て辞退した。そして彼女が出した答えは、フリーのピアニストになるという道。ところがその道は想像以上に険しいものだった。思うように仕事がもらえないどころか、会場を借りて演奏会をすると赤字になったことも。ピアノに対するモチベーションはどんどん低下し、音楽をする意味さえも見失ってしまう。ついにはもう地元に戻ろうと考えるように。そんな時ふと、せっかく東京にいるんだし、最後にやり残したことを全部やろうという気持ちが湧き上がった。そこでまなまるが思いついたのが、配信アプリでの活動だ。最初はただ話すだけで結果が出なかったが、ピアノの即興配信をした途端に注目されるように。コメントを読んで、どうすればもっと喜んでもらえるかなと考えながら、新しい演奏スタイルに挑戦し続けた。そして2017年にショールーム年間最優秀賞に選出され、2018年にピアノカバーアルバム丸をリリース。
2020年にはクレヨンしんちゃんの歌モノマネで注目を集め、うっせぇわを弾き語りでカバーした動画は再生回数が1000万回を超えている。周りの人に喜んでもらいたいという一心でピアノに打ち込み、自分の特技を組み合わせてピアノタレントとして成功したまなまる。彼女の勢いは今後もますます加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。